今回はね、明日アップデートがあるのが確定してんだけど、まあ、今のバージョン限定のバグとか小技って多分いくつかあるんよね。ワンチャン修正されない可能性もあるんだけど、まあ、そういうね、多分今しかできない系のやつらをまとめてきたんで、まあ、紹介していこうかなって思います。まず一番最初がね、個人的にね、あんま気づいてない人もいるんかなって思うんやけど、今シーズンのバトルパススキンのスペクトラナイトってやつがいいと思うよね。スタイルチェンジできるナイト系のスキン。このスキン実はね、やばいバグがあって、コンソール、まあ、CS 勢と PC の、まあ、パフォーマンスモードの人ってね、スペクトラナイトが、まあ、こんな感じに映ってると思うよね。そして PC のグラフィックを、まあ、良くするとするとこんな感じになってね、まあ、見たらわかる通り、なんとね、服の模様がね、なんか変わるっぽいね。これ色合いは一切変えてないんやけど、なんかちゃっかりね、服の色合いが変わるみたい。まあどっちもいいけど、やっぱり個人的に右っていうか、まあ新しい方、まあ、グラフィックがいい方の方がよく見えるな。まあこういうね、ちょっとしたバグみたいなやつがあるっぽい。なんなんだろうね、わざとやってるんかな。そして次はね、今ね絶対やっちゃいけないやつがあって、フォートナイトのバックアクセサリーがあったもんやけど、なんと今ね、バックアクセサリーってか、なんかフォートナイトってさ、アイテムをアーカイブする機能があったもんよね。それをバックアクセサリーにやると、バックアクセサリーがアーカイブすると思うんやけど、普通ならアーカイブされたバックアクセサリーがアーカイブのところに出んのに、なぜか表示されなくて、もう使えなくなるっていうバグがあるっていう。まあ、それが多分修正されるっぽい。まあ、これをね、全部のバックにやったんやけど、もちろんちゃんと全部使えなくなったね。まあ、これがついに修正される。まあ、明日からついにバックアクセサリーが使えるようになるね。なんなんだろうね、このアーカイブバグっていうの。まあ、できるだけやっぱりアーカイブってやつはやんない方がいい気がするね。まあ、やる意味もあんまない気がするけど。そして次は今ね、ポータブル裂け目の、まあ、ちょっとした小ネタがあって、フォートナイトってさ、まあ、いつのバージョンからか忘れたけど、昔はポータブル裂け目を使う瞬間に武器を取ると、ポータブル裂け目の枠がね、武器に変更されて移動できるってやつがあったと思うよね。それがいつの間にかね、修正されてたと思うんやけど、それをね、今シーズンでもやる方法があるっていう。まあ、それが裂け目を使う瞬間、裂け目入ったみたいなタイミングぐらいでよじ登りするとね、まあ、こういう感じで、さっき自分がよじ登りした壁のところにテレポートされて武器を持って移動できるってやつがあるよね。まあ、それがワンチャン修正される可能性があるね。なんか前みたいにね、普通に移動できたらいいんやけどね、持ってね。まあ、こういうちょっとした小ネタもあるね。そして次はね、ランク報酬関係なんだけど、今シーズンってさ、バグってて、ランクの報酬でもらえるバックアクセサリーとかグライダーが全シーズンのランクが表示されるっていう不具合が発生してって思うよね。まあ、それがついに修正されちゃうみたい。いやーけど個人的にね、今シーズン自分一切ランクやってないから修正しないでほしいんやけど、まあ、ついに修正されちゃうみたいだね。もうマジでランクやるしかないの、ちょっと地味にめんどくさい。あとはショッピングカートのやつなんやけど、まあ、これは有名だから知ってる人も多いと思うんやけど、まあ、ショッピングカートって普通に運転してたら普通なんだけど、ショッピングカートを横向きにして横からショッピングカートに突っ込むと建築が壊せるっていう、まあ、これもね、多分ね、運営がね意図的にやったやつじゃないっぽいから、まあ、これも修正される可能性高いっぽいね。まあ、これうまく使えば敵のボックスに入り込める技とかもあったし、まあ、強すぎるからしょうがない気もするんやけど、まあ、修正されちゃうっぽい、多分。そして次はさ、フォートナイトやってる人なら分かって思うんやけど、フォートナイトっていろんなね、スタイルチェンジがあって思うよ。そのスタイルチェンジがバグでロッカー内だと表示されないってやつ、それが修正されるっぽい。まあ、このヒーロースキンとか見れば分かるんやけど、
マスクつけてるスタイルなのにマスクつけてないとか、色が違うとか、スタイルチェンジしてんのにロッカー内だけ初期スタイルで表示されるっていう不具合が多分修正されるっぽいね。そしてね、今ねあるスキンにヤバいバグがあって、このスキンがいいと思うよね。なんかよく覚えてないんやけど、まあこのスキンのスタイルチェンジがあったもんやけど、スタイルチェンジして保存するやん。けどなんと別のスタイルにね入れ替わるっていう不具合が今発生してるみたい。個人的にめちゃめちゃかわいそうだなって思うんだけど、なんかちゃんとしたスタイルが使えない不具合があるっぽいね。なんか運営今シーズンスタイル系のバグ多いよな。そして次は今シーズンのバトルパススキンのオメガログってやつにバグがあって、オメガログは普通になんかいろんなさオーラが出てると思うよね、スタイルチェンジで。そのオーラがバグで空中に浮く、なんかスキンから離れて表示されるっていう不具合があるっぽいね。自分まだオメガ6持ってないから見たことないんやけど、なんかバグがあるっぽい。どうなんだろうな。あとなんか目が光んないとかいうバグがあるとかいう情報あったから、もしかしたらこのオメガ6は結構いろいろバグがあるかもしれない。そして次はね、今シーズンのバトルパススキンのレネゲートリンクスにも似たようなバグがあるっていう、まあ似てはないけど、まあ普通に使う分にはまあ一切バグもないし、スタイルチェンジにバグもないんやけど、フォートナイトって試合っていう時さ、そのスキンが青く表示されると思うよね、ロビー内だと。その青く表示されるはずのレネゲートリンクスがなぜかもう半分消えかかってるっていう、まあ、なんか半分消えかかったレネゲードリンクスが表示されるっていう不具合があるっぽいね。まあ俺の知り合いでもうこのスキン持ってる人いないから見たことないんやけど、多分これいろんなところで発生してるっぽいし、普通に見た目やばいよな、まあ、こういうちょっとしたバグもあるっぽい。そして最後にあるバックアクセサリーがもうひどいことになってて、フォートナイトってさ、まあ、バックアクセサリーの中で結構マントが人気だと思うよね。そしてバットマンのスキンがいると思うよ、バットマン。なんとバットマンのバックアクセサリーをスキンにね使用するとこんな感じでね、もうおかしいことになるっていう、もう体を貫通するっていうバグが発生してるみたいだね。多分このバットマンのマントだけっぽいけど、まあ大体こんな感じかな。まあ今回はね、まあ小技とかバグを10個しか紹介してなかったんやけど、今紹介したうちのバットマンのグライダーとかリンクスのやつとか裂け目とか、あとショッピングカート以外はね、全部運営がねもうバグの存在分かってるっぽいから、もうガチで修正されそうだね。あと多分裂け目とかのやつも修正されると思うし、まあ大体こんな感じやね。まあもっとバグって言ったらあるんやけどね、悪質なやつとかも。